選手として終えることの寂しさといったものはもちろんございますけれども、えー、32年間全力で走り抜けてまいりました、はい、ご着席ください。 私五郎丸歩は2021年の1月の16日に開幕をしますジャパンラグビートップリーグを最後に現役を引退する決意をいたしました3歳から始めたラグビーを選手として終えることの寂しさといったものはもちろんございますけれども32年間全力で 走り抜けてまいりました、えー。私には残り1シーズンしか、えー、戦う気力、それから体力ともに残ってございません。これまで、えー、支えていただきました皆様、また関わっていただいた皆様におかれましては、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。 私は山津雑器ジュビロという素晴らしいチームと22歳の時にプロ契約をさせていただきましたその契約した瞬間からこの35歳までは第一戦で戦い抜くといったことを決意して契約したのことを昨日のように思いますその瞬間からこの日が来ることというのは 自分ののの中ででも決まままってていいいいたようにに思いますす引退後のことについては全くの白紙でございます私自身の性格をとっても二つ同時に考えられるようなそんな器用な人間ではございません不器用ですが本当に目の前のことを一つずつ積み上げてきたそういった人間ですからシーズン後のことというのはシーズン後のと 自分の役目を終えた後にしっかりと考えたいというふうに思っております。えー、最後になりますけれども、これまで支えていただいたすべての方々、また関わっていただいたすべての方々に感謝の気持ちをお持ち、私に残されたラストワンシーズンというものを。 全力で戦ってまいりたいというふうに思っております。